いどうおはやしみおはあさおはようございますおはようございます。あ、今日のおはあさ見ないとだ。おはようさんさんモーニングおはおはおは見ないとだ見ないとな。おはあさん、あれの好きな芸人さんが、女ピン芸人さんが一個上の高校大学1年生かな、高校生な JK 芸人さん、もう卒業したんでしょ多分。二個上かな確か、二個上の二個上の女ピン芸人さんがね今日おはあさんに出るらしいんですよ。見ないとだハートありがとうございます。おはようございます。バラハートありがとうございます。かわいいアゲのギフトありがとうございます。みんなポップアップとバナー見ましたか。見た。あれは昨日寝る前に12時ぴったり見たんですが、ハートとかわいいのギフトありがとうございます。ちょっと音一回じゃなくてさ全部止めてほしいんだけど、ハートありがとうございます。見たよ見た、ありがとうございます。そうみんなポップアップと、ポップアップはやっぱ一日一回みたい。そう動画見ようと思って撮り忘れちゃった、寝不足やばい。バラありがとうございます。いろんな角度からスクショ撮った見てみたいわいろんな角度バラありがとうございます。おー0時00分ありがとうございます。だるまありがとうございます。朝からかわいいな、すっぴんだけどありがとうございます。それはないと思うよね朝からかわいくないですよね。まあ私よりは40分おいでありがとうございます。ご飯できてるよ、うん、バナーから来ました、ありがとうございます。だるまありがとう、え違う違う、だるまありがとうございます。よちおはよう、おはようございます。ハートとレインボースターありがとうございます。バラありがとうございます。タコありがとうございます。今日は念願の珍しくよし見て全員同じメニューなんや。お、そうなんだ、京都メニューにしようと思ってたけど納豆があるから。いただきます。楽楽みんな同じ、全員違うもん食べるのね朝からね。お茶漬けパンにハートありがとうございます。でよちみあにちゃんですありがとうございます。ハートありがとうございます。ショールーム開いたらよちドーンって出てきて嬉しかった。そう嬉しいよね、ありがとうございます。思ったよりインパクト強めだった。もっと文字が多いのかと思ったら思ったよりボーンでしたね。ね、タコありがとうございます。昨日嫁さんの誕生日だったらすっかり忘れてました。やばいそれ、それやばい、めっちゃやばいタコハートありがとうございます。それはあれですね、あのどうやってルームスのお休み動画を見て笑いすぎて寝れなくてさ、そんな面白かったっけ1日過ぎたらいいと思う。そんな面白かったっけそのルームス見た、みんなお休み動画あげましたけど、どうやってお祝いを伝えようと思う。だるまありがとうございます。1日過ぎてしまったけど増えてるフォロワーさん、おめでとう、ね、あ確かに6010人だ、6000人超えてる、ありがとうございます。まあ増えたり減ったり増えたり減ったりだけど
ありがとうございます。ハートありがとうございます。さっきヨシギ送ってきました。朝からいいね。朝から牛丼やってるっけ。朝定食とかじゃないっけ。牛丼もやってるのかな一応。いいねいいね、朝から美味しそう。あれは今日はパンです。ハートありがとうございます。おはようグルトありがとうございます。花束ありがとうございます。ありがとうございます。ハートありがとうございます。バブヨシミが可愛すぎた。あげてないわよね。なんかあげてないですが、だるまありがとうございますね。握手会に行って、あのまだかなと思ってる。でまあ、出ないね。まだかな。ハートありがとうございます。花束ありがとうございます。バナーありがとうございます。レインボースターありがとうございます。勝手にこちらから日程決める、やばい。あれでも決めたんやけどね、勝手にこちらからこの日で。10月にさ、リアルがあるとちょっときついよね。なんで？もしね、だって遠征とかしないといけない。遅いのかな、もしかして。私たちも全然わかんないもんね。うん、こちらからこの日がいいですって出したいよね、みんなも。選べるの？選べるのって。あ、大塚美術館ね。あれ、バブヨシミンとはいえ、小学何年生だっけ？5年生。そんなにバブじゃないけど。バブっぽいね。6年前ぐらい。あ、米津玄師さんが紅白でたまたまシスティナ礼拝堂で歌ってたんだよね。ね、もともと行く予定だったけど、うん、それでめっちゃ混んでたよね。混んでた。あの、あそこ貸し切って米津玄師さんが歌ってた。早くアニちゃんと話したいのに。小声じゃなくても大きな声で叫んでいただいて。なんか緩いんだね。ハートありがとうございます。こちらから会場も用意しました。やばい、すごすぎ。ポップアップ見た、ありがとうございます。おはようちよち、ありがとうございます。
今日も暑くなりそう。わあ、気をつけてね、みんな。なかなか涼しくならないよね。10月くらいまでなんか続くらしいよ。昨日ニュースで見た。ずっと暑いらしい、今年は。小学生の時から常に短いこと、ほんまにですか。ほんまにありがとうございます。まだあるやつルームシーン載せとこうかな。まだちょいっと残ってるんですよ、その写真。おはよう。今日から4連休いいね。楽しんでください。ゆっくり休んで楽しんで。アゲーのギフトありがとうございます。ね、夕立ち激しいよね。暑いし、ほんと夕立ちね。ハートありがとうございます。真夏が暑すぎて慣れた。そうなんだ。姉は今になって暑さに直面しています。夏が ずっと涼しいとこで過ごしてたから、今になって暑さに気づいてます。あ、夏だったんだみたいな。あ、夏が来たんだ。暑いなきゃみたいな。そこ暑い暑いみたいなね。ハートありがとうございます。バラありがとうございます。花束ありがとうございます。今日も夕立ちありそう。そうなの？やばい。そう、NNB のマックアップちゃんと使ってます。でもそうスライム溶けてるみたいだよね。だるまとハートありがとうございます。よしみんの夏は終わらない。いいね。もう夏っぽいイベント終わっちゃったけど、あるなな。すごいよね。視覚と嗅覚と聴覚の食べ物に対する熱意はすごいよね。そうかな。うん、今だって黄色いゆで卵が通った時に見たよね。いや、音がすごいするなと思って。あ、ムキムキしてるじゃん。うん。配信中いつもママに料理してるよね。まあ朝なんでね、仕方ない。いや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 、いつも感謝してますでしょ、そこはね。うん、いやだけどそれは朝だから生活音は仕方ないのでお許しください。私の8割はここにいるよ。これではなく、ちなみにスライムの隣は生誕祭にもらった花束を置いてます。これこれ花束。実ははい、あ、チーズ
はい、チーズバラありがとうございます。バラありがとうございます。五感で楽しむやばいキャンプや気候変動問題など勉強しますか？え、でも高校より中学の方が勉強してたわね。高校になって全然そういうのやらなくなったけど、中学校はそういうのんで月に3個ぐらいレポート書いてたよ毎月。だいたい同じようなテーマだけど、だいたい同じようなテーマだけど絶妙に違うレポートめっちゃ書きまくってた。めっちゃ書いた。でも高校になってからほとんどやってないや。本当に一般的なことしかやらない。あ、勉強が忙しいからな、やっぱ高校は。全然あの変わったことしないけど、中学校はそう地球変動問題とか、あのゴミ場、ゴミ収集場、埋め立て地とか、あと SDGs とか貧困とかについてレポートめっちゃ書いたとか、レポートなりスライドなりみたいなめっちゃ作ったよ。でもどこにそのデータあるか分かんないから。よちよち、おはよう、今日も頑張ろう、今日も頑張ろう。いや、あ、塩欲しいな。 あったかいゆで卵、今日は固めです。お弁当に入れるからかな。うん、いやはや本当にいつか入らない。レインボースターとバラありがとうございます。レポートのテーマが深いそうそう、中学校の時はそんなんばっかりやってました。まあ小論文とはちょっと違うけどね、レポート結構違うけど、でも文書くのは文書くってことだけはに同じかも。なんかさ、喋り方がそれっぽいから、それはちょっと訂正した方がいいかもね。まとめますととか、ちょっと最初に話が戻りますなとかさ。レインボースターありがとうございます。なんでそれつけてるんだろうと思う時はある。朝のうち見て一時でもる。あ、朝なんありがとうございます、ありがとうございます。ハートありがとうございます。3年今日2回もあるのに休み大変じゃないんだって。わあ、ちょっと明日の M 出ないのでね、すいません。そうなの、ごめんね。レポート、あ、手書きしてたんだ。うわあ、でもあの手書きしたことある。8割のこれカタカタカタだけどカタカタカタだけど。レインボースターありがとうございます。おはよう市民ありがとうございます。バラエティ素質は取りだめしてるのかな、どうでしょうあ、仕事戻ります。いつもテスト頑張ってね。ありがとうございます、頑張ってね。お仕事皆さんも金曜日なので頑張ろう。頑張れ頑張れです、頑張れ。固め派なんだ言えたもん。姉はトロトロ派です、めっちゃ何でもトロトロ派。チーズもオムライスもゆで卵もトロトロが好き。バラありがとうございます
そう、バラエティ放送局と放送室で、でも最後まで迷ってたよ、どっちにしようって。ミンミンタンでね、名前も考えたんですけど、どっちにしようって最後まで悩んでました。13連勤、わー大変、頑張れ、カタ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 今日の朝ごはんはいいや食べてお腹すくから、お腹すいちゃうから。ここで相手から満足、ショールームね、確かにショールームなかったらめっちゃ開いちゃうもんね。あれ最後に公演いつ出たのいつだっけ、11とか、え絶対違う、え絶対違う、それ昨日じゃん、あ一昨日か、何日だっけ、7日じゃないかな、7日か、あらハートありがとうございます。カッチカチ派なんだ、トロトロ派でも、トロトロ派同じ、お寿司もトロトロ派、うん、ハートありがとうございます。あ僕もトロトロ派、ミンミンタンは終わらないと思うけど、終わらないけど名前は変わるんじゃないかな、終わりはしないよ終わらせないで、終わらない終わらない、そのローマ版の特典なのでね、ありがとうございます。朝のコーヒー、あでも朝のコーヒー飲んで、コーヒー、あコーヒー、今月の M 少なめだよね、もともとね、忙しいからね、しかもコンサートのリハしてるし、まあ選抜のやつあるだろうし知らないけど好みさんやばいやばい、どうなるんだろうね、全然知らない、何の話もしてなくて、ヨシミの土偶やばい見たいわ、ヨシミの土偶、何かで見せてください土偶やばい、祀らないと、ブラックじゃなくてカフェオレです、カフェオレカフェオレね、 M 公演少なめ、忙しい先輩多いから、あカレーマンいいね、えセブンのカレーマンみんな知ってますか、カレーパンか、カレーパンめっちゃ美味しいよ、まあ1回しか食べたことないんだけどめっちゃ美味しかった。おんぱありがとうございます。ワイワハニワハートありがとうございます。あれ美味しいよね、ね、セブンのおすすめ、一回しか食べてないけどめっちゃ美味しかった。なんかテレビでめっちゃ紹介されてるの見て、ママと買って美味しかった、めっちゃ、
21時からのご予定はめっちゃ絞るねしかも1日の終わりじゃん。めっちゃ絞るね。9時から、あ、今日ショールームはどうしよう、公演前の方がいいかなと思ってるんですけど、だからめっちゃ夕方、ちょっともしかしたら見づらい時間だと思うんですけど、またお知らせするね。ちょっとできるかもう曖昧で、そう、せっかくポップアップなんだけどね。バラありがとうございます。俺カフェオレいいね。あんなもカフェオレ今日は飲んでます。よいしょ、ごちそうさまでした。レインボースターありがとうございます。カレーはカレー求められてる気がして風の噂、ちょっと違うか、虫の知らせ りょ、ありがとうございます。ご理解ありがとうございます了解です。オリアート飲んだことないんだよね。なんか店舗限定とかじゃないっけ、スタバのオリアートって飲んだことない、気になってるけど。え、今日からオリアなんだ、金曜ロードショー、録画。あ、ドクター X 映画化するって知ってた、みんな昨日見てびっくりしたんだけど、嬉しすぎ、ドクター X、 え、嬉しすぎだよね。じゃあドクター X 映画化するって12月ぐらい公開らしい。まだあれも見てないんだけどね、なんたらなんたら2、何それ、なんたらなんたら2、あの嬉しみとか悲しみとか嫉妬とか、あれやつなんだっけ、あのあれね、出口さんが見に行ってたやつね、なんだっけ、なんだったっけ、悲しみちゃんとか、そう、悲しみとか怒りとか、なんちゃなんちゃら2、なんちゃなんちゃら2なの、インサイド2じゃなくて、違う、あ、先生インサイドヘッド2と見たいんだけど、テスト終わったらもう終わってるのかな、え、嘘、もう今も終わっちゃう、嘘、そんなことある、ビデオが出てくるよ、そんなめっちゃ後じゃん、ビデオっていうか DVD っていうか、めっちゃ見たかった。1も録画撮ってまだ見れてないけど、映画館見に行ったよね、1はね、でもこの前2の公開記念で1もさテレビでやっててそれ録画撮ったんだけど、まだ見れてないんだよね。面白いよね、あ、反抗期の娘は出てる、そう、そう、医療系のドラマ大好きなので見るしかです、見るしか。ね、ドクター X、 アリアル白い巨塔だよね、ベイサイドゼップね、確かにサブスクで見る？配信されるかな、ね、ユーネクストとアマプラしか入ってないんだけど。ハートありがとうございます。白い巨塔見たことないわ、逆に。いやいや、見ないかな、ちょっと古いけど、え、全然あの言ってるさ、技の名前もあの全然わかんないし、別に医療系目指してたわけでも全然ないんですけど、医療系ドラマが大好きです、一番好き。コードブルーと東京 MER とコウノトリも面白かった。東京 MER は面白かったね、ね、コウノトリも面白かったよ、産婦人科の話、うんうんうん、ドクター X もでもあれ毎週見てた。ちょうどコロナがなんか流行るみたいなのが内容に出てくるところで、そう、面白かった。
白い巨塔再放送やってるよね、今夕方ぐらいに。財前五郎の方やで。バラありがとうございます。財前五郎の方っていうのは財前五郎だけど、富谷さんじゃなくて、唐沢さん。あ、今ブラックペアが面白いらしいね。スタイでさ、あの友達に勧められてまだ見てないんだけど、ユーネクストで見れるらしい。ブラックペアンが面白いって言ってた友達が。広告しか見たことないわ、まだ。めっちゃ見たい。でもめっちゃ面白そう。次で最終回だけど。ねえ、面白いんだブラックペアン。見たーい。おお、動いちゃった。振り返れば奴らよも医療系だよね。そうなの？いやーいやーいやー、超ニヤニヤしてんだけど。振り返れば奴らいるってやっぱりニヤけるよね。いやーいやーいやー、今思ったら全然昔のやつは知らないわね。あの見たこともないし、タイトル もあんまり知らないかも。見たこともないとか言わなくていいんじゃない？見た、振り返ればよ、違う。いやいやいや、違うよ、ね、念し違うよ、知識が薄いってことだよ。ちょっと名前しかわかんない。人とかその医療機材とかはちょっと見てておかしいなっていう。最近超リアルだからね、うんうん、しかもめっちゃさ、やってるとこまで結構具体的に映してたりするじゃん。ブラックペアンとかちょっと見たらさ、本当に心臓映ってたんだよ。じゃないけどね。いや、してるよ、それはわかるけど、すごいなと思って。最近の技術は、そこで手術のやつが何だったね、面白そうだ。4人で子供のやつ、ね、何の子供の職業体験のとか。あ、キッズニア。さ、キッズニア。じゃ言ったけど、一番すごいなと思ったのがその手術の人たち。やったことあるっけ、あれ、ね、あんまりやらなかったかね。4人の近所の友達たちで、今から手術始めますってやって、メスってやった。やってたっけ。その様子が親が見るモニターに映ってる。やったっけ。やってた。だから適切な手術をします、汗をやってたっけ。あの赤ちゃんのなんか沐浴とか、うん、あれはよくできてんな。どうキッザな。では終わりたいと思います。朝からありがとうございました。今日は夕方にももう一回できたらいいなと思ってるんですが、ちょっと時間はすごい絶妙な夕方になる予定なので、また X でお知らせするので、時間が合えばね、ぜひ見に来てください。 X でお知らせするので要チェックでよろしくお願いします。では、あ、 YouTube のチャンネル登録がね、左のバナーからできるので、左のバナーから YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。13位、オーナフヒドさんありがとうございます。12位、サカさんありがとうございます。11位、ヨシ君ありがとうございます。10位、ミョンさんありがとうございます。9位、マッツンさんありがとうございます。8位、ウーカメイのハコイチさんありがとうございます。7位、バンチョさんありがとうございます。6位、タカミンさんありがとうございます。5位、ヨンさんありがとうございます。4位、アサガさんありがとうございます。そして3位はテキ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 デン、マキシさんでした。ありがとうございます。パチ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 。そして2位はテキ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 デン、ロンドベンでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はデゲ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 デ
ゴジラ777さんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。皆さんも朝からありがとうございました。拍手ありがとうございます。はい、チャンネル登録とグッドボタンとコメントよろしくお願いします。パチパチパチ、ありがとうございます。いいとも、ありがとうございます。今日も一日頑張りましょう。金曜日金曜日金曜日、それでは次の配信も来てくれるかな。またねー、バイバーイ。